津馬線を運営している第3セクター鉄道事業者。旧日本鉄道建設公団建設線で日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の施行により1980年に建設工事が中断された朝線のうち大半の構造物が出来上がっていた徳島県側の海部駅関納裏駅間を建設、運営するために百八十八年に徳島県、 高知県、海洋町、東洋町などの出資による第三セクター方式で設立された鉄道事業者で、同区間を朝あずま線として運営している。朝あずま線は、四国旅客鉄道麦線の末端的存在であり、沿線人口が少ない上に、路線距離も短いため運賃収入は2000万円を切る状態で、補助金などを除けば開業以来、赤字続きで一度も、 黒字を形状できていない。沿線の高校等配合で定期客も減少し、毎年の形状赤字が5から9000万円前後に上り、地元自治体の負担は限界に近いとされている。2003年8月13日、日本経済新聞関西版では、廃止を検討している第3セクター7社のうちの1社として名前が挙げられている。朝海岸鉄道については、 2007年度までは、現行通り自治体が補助を行うが、以後の損廃は検討中とされている。2008年度、鉄道統計年報によると、阿佐あずま線は、日本全国の JR 線以外の路線で、最も利用者が少ない路線となっており、2011年度、鉄道統計年報によれば、原価償却費を含めた、営業係数が916と、 全国の鉄道事業者の中で最も悪い数値となっている。2016年2月、主要株主である徳島県が観光と地域の活性化を図って、麦線阿淡海南駅から本鉄道館の裏駅間で10年以内にデュアルモードビークルの導入を目指す方針を発表した。DMV は線路も道路も走れる車両で、将来的には道路を使用して、 室戸岬などの観光地への延伸も目指すとしている。同年5月の第1回朝あずま線 DMV 導入協議会の会合で現在保有する車両を DMV 車両1両に置き換える案が出された後、2017年2月開催の第2回協議会において2020年までに DMV を導入することを正式に決定した。2019年3月に DMV 車両の最初の1両が落成し、お披露目された。同年8月末日までに、残りの2両が落成し導入予定の3両が揃った。2020年8月11日、鉄道事業法第28条の2に基づき、JR 四国が、麦線の阿波海南駅、海府駅間 1.5km の鉄道事業廃止届を国土交通大臣宛てに提出。 朝海岸鉄道は、阿波海南駅、海府駅間を朝東線に編入する、鉄道事業の許可申請を行った。同年9月23日、国土交通大臣から廃止日の繰り上げが認められた、ことから、JR 四国が廃止日を繰り上げて10月31日とする届出を、行った。DMV の運行開始は2020年度中を、予定していたが、 新型コロナウイルス感染拡大による、高朝海岸鉄道、朝あずま線利用状況を、参照大人普通旅客運賃。2020年11月1日現在、入場券大人200円、小200円かつてグリーン車連結の特急列車が、普通列車として乗り入れていたときは、グリーン料金の設定があった。2020年12月現在、 機動車2両とデュアルモードビークル3両が在籍している。なお機動車2両は口述の通り2020年11月30日をもって運用を終了している。1992年の開業時に新生機動車2両を用意したが、1両が2008年に自己廃車となり、2009年に代替車として廃止となった高千穂鉄道から1両を無償譲り受けした。 2019年には、デュアルモードビークルを3両導入し、2021年夏から、淡海南駅関納浦駅間で運用を開始する予定である。淡海南文化村で並ぶ、DMV 朝海岸鉄道93型 DMV、全車両、トヨタ自動車製4台目コースター、助手席車両、編集、ありがとうございます。